こんにちは。もうすぐクリスマスがやってきます。今年も Google のサンタトラッカーが始まりました。今回は Google Chrome のサンタトラッカーについて少しお話をしたいと思います。 Google Chrome を起動しました。この一番下、サンタの村でサンタさんや妖精たちといろいろなゲームを楽しもう。ここをクリックします。はい、サンタトラッカーに来ました。ここにね、いろんな場所がありますよね。プレイとかラーンとか、一部ね、英語で表示されているのもありますんで、今回はね、簡単なゲームをご紹介します。このプレイコードブギー、ここに行きます。クリックします。はい、チューズアゲームモード、ダンスクラスをクリックします。遊びます。楽しいですよね。このランは、はい、サンタについて勉強するんですけど、これね、英語で書いてあるんで、ちょっとこれ早く、日本語対応になってほしいですね。その他、ゲーム、簡単なゲーム、簡単そうで難しいゲーム、これですね。はい、これ、サンタクロースの、プレゼントをね、袋に運ぶんですけれど、このベルトコンベヤーをうまく持ってきて、はい、はい、OK です。はい、残念。なかなかこれ難しいですね。落ちる。はい、というようなゲームで遊ぶこともできます。結構ね、楽しく、サンタの村で遊ぶことができますんで、気分転換には良いかなと思います。今これ 1,2,3,4,5,6 までやって、7,8,9,10 とかありますね。ここはまだ、できません。全てクリアしないと、次に行けないので、なかなか、大変です。はい、これが、Google Chrome 版のサンタトラッカーです。今回は Google Chrome のサンタトラッカーについてお話をしました。単純そうに見えて、なかなか難しいゲームもありますんでね、気分転換には良いかなと思います。もちろんスマートフォンでもサンタトラッカーを楽しむことができます。ぜひ試してみてください。それでは今回はこの件で失礼します。YouTube Heroes。